走りの速さは才能じゃない。走りの学校、和田圭一です。走りの学校は今まで才能だと諦められていた足の速さを解説することで皆さんに成功体験をお届けするためのチャンネルです。よろしくお願いします。お願いします。今日の授業は足が速くなるためにめちゃくちゃ重要な腸腰筋のトレーニング。ありがとうございます。これ足が速くなるために必要な筋肉のトップ3に入るんじゃない。もうトップ1だね。トップ1。うん、なぜならばね、はい、走るって姿勢を安定させながら四肢を速く振ってる動きなんです。もう言ってみたらもうその能力が高ければ、同じ技術だったらその能力が高い人の方が早いんです。なるほど。じゃあね、まあ足を動かしてるわけじゃないですか。つまりそれに対して反動だったり補助を手で行ってるんですけど、背骨を安定して足を動かしてるんですよ、はい、背骨から足についてる筋肉、この筋肉分かりますか？大腰筋。その通りです。さすが腸腰筋じゃなくてね、背骨を安定させるために大腰筋って非常に重要なんですよ。この姿勢を維持するのに大腰筋ってめちゃくちゃ重要なの。そして維持しながら足を上げる筋肉、これも大腰筋、腸腰筋なんですよ。つまりどっちにも重要なの、はい、安定させてる側も大事だし、引き上げてる側の大腰筋も使ってる。もう重要じゃないはずがない。なのでこれを鍛えていきたいんだけど、僕がやってるエクササイズまずやっていきたいと思います。あの大腰筋を温めるっていう。でこれね、まずね、やってほしいのがね、これって結構この内側の筋肉なんですよ、はい、だから弱い刺激からやってほしいんだけど、これね、すげえマニアックなことやりますよ。じゃこの温めると何がいいですか？あの大腰筋意識できる。その後の動きが大腰筋を意識しやすくなる。しやすくなります、はいはい、これで足を上げるじゃないですか、はい、あなんか運動したいけど、まあちょっとなんかあれだから、まあちょっとこんぐらいサイクリングしとこうかな、ではないんですか？ではない。もういろんなとこリラックスして、この大腰筋を温めます。これでね、この背骨の横の大腰筋意識できる人いたらコメントください。これあと1回やってみて。まずグッと力入れちゃダメ。ダメ。できるだけリラックス、できるだけリラックスして足上げてみてください。で、ここもリラックスできるとこ、リラックス、くしゃげて、そう、リラックス、リラックス。で、つま先上げてください。で、これを、ほんとちっちゃくサイクリングしてみてください。背骨の横の筋肉なんか熱くなってきませんか？すいません。え？意識できません。そう、最初わかんないんだよね。わかんないのよこれ。OK。 これできない人はコメントください。ほんとそうですね。僕もね、最初わかんなかった。誰かね、スプリンターの人がね、あの大腰筋がつるって言った人がいる。もうやばいよね。インナーマッスルってつるんですか？いないでしょそんな人。ちなみに和田さんは大腰筋つったことはないです。まあ、ない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 。でも大腰筋を使ってるなとか、はいはい、っていうのは分かるようになってきました。もうそこまでいったら大したもんですよね。うん、でもね、あのね、これね、慣れてくると分かってくると思います。この意識の状態でエクササイズやると効果的です。はい。でも今日はもうね、皆さんにも分かりやすい形で腸腰筋を鍛えるトレーニングをちょっとご紹介いただきたいと思います。まずはね、はい、何が重要かっていうと姿勢なんですよ、はい、さっき言ったように大腰筋って姿勢を維持する筋肉だから、姿勢が崩れていたら大腰筋が緩んでるってことなんですよ。この姿勢で分かりやすくは手を上げた方が分かりやすい。これ本当に分かりやすいって言ってあげると。で、ね、この状態で右の大腰筋が縮まるとこういう動きになります。はい、左、これがベースポジションウォークです。ただ足を上げ下げしているわけではないってことですね。違うんです。大腰筋引っ張ってるんです、はい、こっからこの筋肉がこう引っ張ってるんです。背骨に近づけてるから足が上がってるんです。あの、そのイメージは確かにしやすいかもしれないですね。そうすると姿勢って絶対崩れないから。だからさ、スプリンターでさ、足すげえ速いとかさ、こうやって走ってる人っていないじゃん。まあ確かに。これ大腰筋弛緩しちゃってるから緩んじゃってるんです。大腰筋をしっかりといいテンションで、そうすると自然こうなる。あ、すごい。あ、なんか、ね、カメラの外で大変申し訳ないですけど、かっこいい姿勢になってます。それを手を上げると分かりやすいから、僕たちは手を上げてもらってる。まあ一つの理由として、大腰筋で引っ張ってくる。
これが何回ぐらいやるとですか。これはね、あの意識がここに入るかが大事。あ、疲れるまでやるというか意識ができれば OK。 OK だけどボルト3めちゃくちゃやってました。で次、今度は上げた時に一回回してほしい。お、これはちょっと見たことないですね。うん、サイクリング。これは普通のベースポジションウォークと何が違うの？これはね、一回サイクリングさせてるから実際のトップスピードの動きに近いんですよ。ああ、刺激が入りやすい。ね、刺激っていうか実際のテクニックに近い。ああ、そうなんですね。うん、こういう感じで走ってます。こうトーン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 っていく瞬間がトーン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 と起きてる感じ。へえ、初めて見ましたね。うん、初公開ですね。そうなんだよ。これ分かると思うんだけどな、さっきより大腰筋が働きやすい。さっきよりは来てる。来てるでしょ。来てます。ここに来てるかが大事なの。それを感じていただきたい。はいはい。これもっとやったらさっきのあれ分かるかもしれない。分かると思う。逆に刺激。そうそう、逆にね逆にね。これも刺激が入るまでですか、回数でいうとが大事だね。ああ、なるほど。うん、逆に言うとね、ここが使えなくなってきたなっていうのも分かるようになってくる。あー、なるほど。別のところで、あの足の筋肉とか大腿直筋とか、はい、あのそういった筋肉で上げちゃってるなっていうのもだんだんここが動かなくなると分かってくる。特に大小動作が出てきたっていう。まあそうだね、はい、細かいけど。そうですね。じゃあ今度はね、3つ目ですね。3つ目、上げて姿勢よくした状態で、これダメですよ。もうこれで全然違うから。これで大腰筋働きづらいから、この状態、一番背高い状態、この状態で上げますよね。これを細かく動かす。細かく動かすと中の、ね、大腰筋がこう熱くなってきます。これよくあるのがね、ここがきついって人がいる。はいはいはい。それ腸骨筋。あ、それが腸骨筋なんですね。うん、大小動作だ。大小動作じゃない、腸骨筋も使っていいの。腸腰筋だから。でもね、大腰筋が来るかが大事。大腰筋まで分かったらもう腸腰筋マスター。どこに来たらいいんですか、この腸腰、あ、大腰筋に来てるなっていうのを感じられればもうバッチリベストですね。ベスト。このね、ちょっとマニアックなんですけど、すごい大事なので、ぜひこのね、腸腰筋、あ、主に、ね、大腰筋を意識するエクササイズやってみてください。でも言い換えればですよ、このエクササイズをマラソンやってる人、まあ、スプリンターの人、スポーツやってる人、練習前に取り入れるだけで、その後のトレーニングが全部大腰筋が使えるようになる。なります。ってことは、なりやすくなる。やっておいた方がトレーニング効果も上がってくるってことですか。もちろんあります。それをやってるので、僕はもう朝1でまずこの大腰筋の刺激から1日が始まります。なるほど。だから最初にこのトレーニング入れてるんですね。そうなんです。ああ、いや、めっちゃ理解できます。だったら その状態でスクワットとか、はいはいはい、スクワットのボトム位置で大腰筋が縮んでることを意識する人いますか。いないですね。もうこれすごい重要だから。はい、気になる方はこの動画出してますので。超大事だ、はい、コアスタビリティ3ですね。はい、はい、ぜひチェックしてみてください。お願いします。同じ動きをしてるんじゃなくて、どうやって動いてるか、これでは大事なんです。さあ、安田さん、はい、もうね、夏休みね、もう中の方もいらっしゃると思います。走りの学校はですね、全国で、練習会という誰でも参加できる、イベント形式のものをやっています。あのね、個人指導団体指導、はい、もちろんね、このサービスでのね、すごく効果的な、素晴らしいサービスなんだけど、いや、まずちょっと気軽に参加してみたいな、
そういう方にね、このね練習会イベント非常におすすめですので、ぜひですね足を速くする気持ちでですねお越しいただけると嬉しいです。ひと夏の思い出にもなると思います。それでは次の授業でも楽しく走りを学んでいきましょう。バモス。